こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon のカート取得要件、その中でですね、間違えた取得要件というのについてお話します。最近カート取得要件が変わってきて、すごいカートが取れたっていう人とですね、カートが取れなくなったという人と、それぞれ出てきてます。で、まあ割と質問があるんで、ここで、まあ整理しとくというか、なんかね、いろいろ調べて余計な情報を入れちゃうと、かえってマイナスになるんで確認なんですけど、まずカード取得要件ですね。細かく、具体的にこれを重視してるとか、こういう要件がこのパーセンテージでっていうのは発表してないですけど、Amazon、日本の Amazon でも、カード取得の要件はこれですよというのをね、目安を出してます。で、その中にですね、出品形態が大口出品であるかどうかというのがありまして、これそもそも小口ではカード取得できないです。ところがね、無料情報は当てにならないと、まあ、いつも話してますけど、まあ、ちょっとカート取得条件っていうのをね、調べてみたら、まあ、小口でも取れるとかね、大口のが取りやすいというような書き方してる人がいました。そもそも小口じゃ取れません。大口では取りやすいんじゃなくて、大口でないとカート取得の要件になりません。まあ、昔はね、そうじゃない時期もあったんかもしれませんけど、まあ、今はもう大口じゃないと取れないと。ね、これ見ても、小口で一生懸命どうやって取れるのかなと、努力しちゃってたら、もう本当、全く無駄な努力ですしね、やっぱり無料情報は当てにならないなと、つくづく思いました。もし、普段チェックしてる情報発信者が、小口でも取れるって発信してたりですね、大口じゃないと取れないというのを分かってない場合は、その情報を当てにしても多分稼げないです。きちんと、転売アカデミーの情報を得て、Amazon 輸出に取り組むことをお勧めします。こちらのね、Amazon 輸出、セミナー、無料で、購読できますんで、まずは間違えた情報を、断ち切ると、ね。正しい情報をやっていけないことは何か、その辺をチェックして Amazon 輸出に取り組むことをお勧めします。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。